ジョゼフ・マリー・ジェローム・オノレ・ド・モナコは、モナコ区下の講子、兄・オノレ四世の摂生を務めた。モナコ公、オノレ三世とマリー・カトリーヌ・ブリニョールの間の次男。1782年4月6日、エティエンヌ・フランソワド・ショワズール公爵のメーマリー・テレーズ・ド・ショワズールと結婚、間に3人の娘を設ける。モナコが年月日、フランスに併合された後、 ジョゼフは、王党派による、バンデの反乱に加担した。このことが原因で、反革命容疑者法に基づき、父、兄夫婦、妻テレーズは、革命政府に逮捕、拘禁され、妻は、テルミドールの国出た当日に処刑された。ジョゼフ自身はイギリスに避難した後、1795年、フランスに帰国した。英領政論総督ウェルボはイギリスドイルの未亡人。 フランセスドイルと再婚したが、間にこわなかった。1814年5月30日のパリ条約で、フランスがモナコの再独立を認めると、病弱で君主の任に耐えない兄オノレ四世の摂政としてモナコを統治したが、翌1815年をはじめに、老いの後世子オノレと交代した。最初の妻テレーズとの間に三人の娘があった。長女オノリーヌド・モナコの子孫は、 潜在的なモナコ行為継承権を有している。ありがとうございます。